よっしゃよっしゃ。お前、一人だけ先駆けすんな、バカ野郎。ふざけんなよ、お前。ちょっとね、もうお昼ですね。ふざけんなよ、お前。今日、俺とお前、戦いなんだからな。そうですね。戦いなんだから、萩原さん。戦いなんだから、いいか？これ、中途半端なところで戦いなんだから、から入ってるから、俺の方は。今んとこ、お前の方が優勢だな。そうですよ。だから先手を取りましたからね。はい。はい、ということで、今日は。はい。審判をすみません、すみません、入れます。青森県に行く途中の寄り道、千葉県勝浦、富丸でございます。はい、僕初めてです。はい、外房の平場。ということで、俺八丸釣ってっから、ね。あ、見ましたよ。はい。ということで、今日は上田マスオの船釣りさせてもらえませんかになるのか。か、淵上大輔のマスオの使いやあらへんでになるのか。戦いと。戦いと。おのおの、おのおの別々に回しまして。はい、優秀な方がタイトルとして使われると。僕ちょっとしばらくぶりの釣りで、マス通過だいぶ間空いてるんで、これちょっと逃したらきついです。負けれないんでしょ。負けれないですね。いや、そんなこと言ったってね、俺にもプライドがありますから。いいですか。知らんけど、はい、今日お客さんいっぱいなんでね、はい、はい、頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、はい、よろしく。頑張ってください。なんか厳しいっていきなり言われたから。誰ですか今日。大丈夫ですよ。川津港を出て行きました。でも太平洋ってでかいよね。どうしたんですか。いや、思わない。なんか、でかいです。島とかなんもないもんね。なんか不思議じゃない。わかる、この言いたいこと。確かに。お前何俺の真似して、回してんだよ。それ取れたかな、取っとかないと。負けねえかんな、今日絶対負けねえかんな。いやいや、ないっす。すごいですね、これ一人一台探検丸ついてる。上にベイトが来た。こっちはあんまりうんこつかないんだよ。そうっすね。あ、マスオさんが早かった。これが上じゃない。忘れました。え、待って、こんなんだっけ。だからこんなもんすよ。明石がもう寒すぎて死ぬかと思った。4月です。何度ぐらいですか。10度、10度前後。もう12、3度だもん。で、風めっちゃ強くて雨だし。それは最悪だな。サンダルでも死にそうだと思う。あ、でも6枚も釣ったからホットだもん。それを言いたかっただけですよね。違う違う、ホント寒かった。糸出ていかねえ。てか、これめっちゃいい気がする。ここだけ新品になったの。ローターを今の技術に変えるサービスあるの。はい、それやってみたんですよ。めちゃくちゃいい気がする。これはやった方がいいよ、みんな。みんなって言えないからな。エグジスト。エグジスト持ってる人だけ。前のエグジスト持ってる人は、あの、何サービスになってるの。めちゃくちゃいい気がする。超軽いし。何か釣りてえよ、とりあえず。魚を感じたいですね。いや、なんかベイトいる、その辺。ピシャピシャしてる、ずっと。あ、そうですね。ほら、あ、ほんとだ。地形的にノコギの産卵場っぽいよね。いやー、釣り来て来れただけでもハッピーとはいえ、なんか釣れてくる。おお、来てますね。来てますね、なんか。いや、羨ましい。寝魚でも羨ましい。羨ましすぎる。あー、ナイス、いいな、ポッコだ、羨ましい、おめでとうございます。いいな、うっかりだ、うっかり。あ、サバかな。サバかな、地形だ。なんかたまにサバの反応みたいなあるよね、たまにね、40、50メーターの上の方でね。
年始ノーカウントで。ノーカウントや。まあ、僕の予想通り、両企画ボツっていう。いやいや、俺はやってやりますよ。口が見たいですけど、同じだ。演者としての違いを見せつけます。じゃなくても、顔も出してみせるよし、わらび餅も取るチャンスや。それを待ってたんですよ、さっきからずっと。何これ、動いてない。動いてますね。何、クラゲの赤ちゃんか。早いな、それ。食ってんのかな。何、いっぱいいんだけど。どんどん湧いてきた。俺らが踊らされてるベイト、これっすか。今釣ればマスツカの採用率が上がりますね。長えな、急に。その間に絶対ビギ釣ってやる。何かしら釣ります。食べる、食べる。それ食べたい。じゃあ反応来てるよ。クラッシュか。また浮いてきた。おお。
挨拶しに来たぞ。ウミガメ注意ですよ皆さん。ウミガメ来てますからね。目の前にクラッシュがいる。ウミガメ注意ですよマジで。あいつやる気だな。どこ行った？もういなくなった。まだ2個いる？千葉でウミガメ見れるとは思わなかった。すごいですね。マンゴー多いとこに行くらしいですね。あっち行ったね、あっち行ったね。逆向こう行ったね。どうした？かわいい潜った。房総半島のサイズ結構そこの方で来るんですか、上の方で来るんですか。結構そこのが全体的に多いイメージですね。ちょっとした魚の当たりが欲しいですね。どうよ大輔、いい感じ。何が？久しぶりの釣りが。あ、そう。予定通り。予定通り。これで最後にやればいいわけでしょ。そういうことですよ。簡単ですよ。簡単でイージー。簡単ですよ。イージーですよ。なるほど。一回回収。100グラム結構一回二回回収する。逆サイド。今2回落とし130いきました。そうでしょ。20キロ完走取れない。取れないですよ。潮早いですよね。
人半分でやってる。外房は夢がありますね。面白いね、ワクワクするね。だからこれダメだ、150でも。いや、ちょっと140あたりでよく分からなかった。今度100超えたあたりでいきなり飛び出す。そこまでなんか1回10メートルぐらいの 糸への抵抗の方が強くなるんだろうね。まさかの限り。来たな、これ。これは文句なしの眼底トップですね。